鞘炉と周辺の主要街道、ラテン十字、一鞘炉街道、同氷鞘炉街道は、江戸時代に、東海道宮宿と桑名宿の間を、陸路万馬宿、鞘炉宿の陸路を経て、鞘から桑名宿への水路三里の私によって結んでいた、街道である。鞘炉、東海道鞘回りとも呼ばれる。東海道の迂回路であると同時に、北側の津島を経由する津島街道に対する、 下街道である。本記事は、以下表記を鞘炉に統一する。鞘街道は、東海道付属の迂回路であった。江戸時代には、鞘炉と呼ばれ、その他、東海道鞘回りと呼称されていた。慶長6年、東海道の天馬制が実施され、厚田塾と桑名塾の間は、回路、七里の渡しで結ばれた。しかし、鞘炉は、都会を避け、陸路で、厚田塾から、 岩塚宿、万馬宿、鴨森宿を経て、鞘宿へ、佐田港から川船で、桑名宿へと至る経路であった。鞘路は、寛永11年将軍、家光の上洛の時、終わり藩殖大藩主である、徳川吉直が開いた道と言われている。厚田宿から、鞘宿までの陸路、鞘宿から、桑名宿までの水路による三里の渡しで結ばれた。鞘路を経た宮宿から、 ク名ナ塾までの距離は9里であった。サヤロの宿駅は、サタ、カモリ、マンバ、岩塚の4宿があった。明和元年より、道中武教の支配下となった。東海道の厚田から、ク名ナの回路7里の私に比べ二里ほど長く、聖徳の元鎮船は、サヤロ経由の運賃は、厚田、ク名ナ間の都会の約2.5倍であったが、7里の、私の迂回路として盛んに利用された。 明治期には、明治天皇の往来にも使用されていたが、新東海道が定められ、サヤロはその歴史を終えた。東海道及び、七里の私も三照関ヶ原の、合戦の翌年、慶長六年、東海道に、天馬宿駅制が実施された。東海道の厚田塾と桑名塾の間は、カイロ、七里の私とされた。七里の私は、源那二年にて始まったという、航路は、満朝時、 陸地沿い航路が約7里、環潮時、沖回り航路が約10里となるうなじであった。鞘路は、都会を避け、陸路で、厚田から岩塚、万葉、カモリを経て、佐田港から川船で、桑内と至る経路で、距離が陸路6里、水路3里、京急里となる。東海道付属の迂回路であった。書き付けによると、江戸時代鞘路と呼ばれていたが、鞘路旅行の吉地付け、 小広幸をもむき猿城公書き付けによると、サヤロのほか、東海道サヤ周りと呼称されていたことが確認できる。参勤交代の不死、東海道サヤ周り伊勢路通行し騒動義病気また、物ノ風雨に、しかも都会難所を節設相回りその断慮中より、お届け猿城公義にこうなり夫とも及び、猿マ軸ック騒なりの思想思考書き付けを渡し非正、鞘ヤロの義者や宿も、 ゆのギニフが手に旅行いたしを届け通さる情項にも、およびマジックスジニシャムこれなりの段をお披露に、小座公、さやら旅行のギニフゴヒロユキをもむきさる情項を書きつけ、日本交通資料修正。第3週、115ページ、初週、東海道の宮宿と桑名宿との間は、伊勢湾を回路で行く七里の私を利用しなければ、ならなかったが、天候次第で船が出ない日もあり、船が出ても、 安全とは言えない場合もあった。また、船酔いをする人や、犯罪に巻き込まれやすい女性や子供の旅人からも七里の、私は敬遠され、鞘ロは七里の私の迂回路として盛んに利用された。そのため、姫街道とも呼ばれたという、万馬川船と、尾張名所図牧七海道、海西軍鞘ロは、官営11年将軍、家光の上落の時、鞘塾と、 マンバ塾が設置されたのが始まりとなる。サヤロは、終わり初代藩主である、徳川義直が開いた道と言われている。サヤ塾は、サヤ村だけでは、天馬役の負担をまかないきれなかったため、スカ村、ヨガ村が、茅ヤとなり、サヤ塾とした。サヤ塾と同時に、マンバ塾が置かれた。マンバ塾は、町内側に都線が必要であったため、中間の宿駅として設置された。寛永13年に、 岩塚塾が設けられたことの記述が地方抗義にあり、ラテン十字に昇法4年に鴨モ塾が設けられた。マンバ塾と岩塚塾は庄内側を挟んで向かい合い、人罰義律も1ヶ月15日交代で行っていた。両宿の間の庄内側はマンバの私で結ばれており、終わり名所図絵にその様子が描かれている。ラテン十字3、サヤロの設置及び整備は、 終わり藩によって行われていたが、万治2年、幕府に道中奉行が設けられ、五駅便乱によると、明和元年、鞘野郎は、霊兵市街道本坂通と共に道中奉行の管轄となった。天保14年の鞘野郎祝尊大外長によると、私はのあった沙汰は、本陣2件、脇本陣2件であったが、他の宿駅は、本陣1件であった。文久2年3年、 14代将軍、徳川家持、一橋義信の状況では、鞘路を経て上落している。厚田にて宿泊し、鞘で休憩、桑名で宿泊している。幕末には、ペリー来航により開国と上位が対立し、政情は、後部合体により、政局の安定が図られた。その後、公明天皇からの上位の直命を受けた、将軍家持は回答することを約束した。 しかし上落は、遠藤諸藩の負担が大きいことから、対立意見が出ていったが、懲罰関係を重視し、将軍の上落が決定した。将軍上落に伴いわらじ、靴の調達が命じられ、鞘炉、鞘塾、鴨塾は、病部、火、たばこ盆、禅、ワン、茶丼茶ワン、陰次、ゆ継、ぎ、かよい盆、薬等の総込みが指示された。総込みの割り当ては、 国高などに応じて決められた。詳細は、鞘塾を参照鞘側の川底上昇に伴い、明和9年鞘旋会所は川さらいを陳謝し、ラテン十字、4、幕府より貸し下げ金を受け川さらい費用としたが効果はなかった。文化5年、沙田は土仙上としての機能が果たせず、川下の二の上村焼き伝に仮会所を設けられていた、ラテン十字、 文化5年頃より、鞘塾を、焼け田より、下流のゴミを村への移転計画が上がり、天保14年、鞘塾が、藩に移転を申請した。しかし、移転計画は実現せず、明治4年、鞘塾廃止まで、後の三村カビラの仮解消が機能していた。ラテン十字、六、鞘駅、渡口、終わ名所税巻7回答、海西軍鞘駅、渡し口、鞘路。 鞘塾、三里の私も、三章三里の私は、鞘塾から桑名塾まで川船による、結ぶ、三里の水路であった。鞘塾設置以前は、桑名への水路は一定に定められてはいなかった。桑名とつながる、川船の水路は、鞘本陣、加藤家の覚書、荒井旧喜によると、王冠王区は、津島船に、乗り、桑名号の往来遊の湯、その外、鞘、 タ田辺もクワナコートの往来も、ユのの未遊鞘軸に定めなきゆえ、ところどころより王冠腰あると見えたり、ラテン十字、七とあった。津島は、港として、佐タより古く、平安末期には、天皇川と鞘屋川を経て、クワナへと繋がっていた。しかし、津島港は、鞘に比べクワナまでの水路が一里ほど長かったこと、河川の土砂堆積により、浅くなっていたことから、 尾張藩は、漢文6年に、津島港を廃止し、遠方7年には、津島の本陣を閉鎖した。佐田は、宿駅設置前にも都線上であり、官営11年、鞘塾と万馬塾が設置され、元禄14年、尾張国へずに、桑名と鞘の水路は、鞘より、伊勢国桑名の船地三里と説明されている。鞘塾及び、御殿御茶屋も、参照宿駅設置前に、 佐田は、都船上であり、現那2年に御茶屋が建てられた。終わり初代藩主義事の時には、御茶屋と記述されているが、寛永11年には、御茶屋を御殿と称するようになった。佐ヤ路の宿駅は、佐田、香森、万マンバ、岩塚の四宿であった。経路は、東海道厚田宿から陸路で、岩塚、万カ、マンバ、を経て、佐田港から佐ヤ川を川船で、 下り東海道桑名宿へと至たり、距離が陸路6里、水路3里、京急里となる、東海道付属の迂回路であった。サヤ路の四宿の位置と距離は、ご駅便乱によると以下の通りである、国際交通文化協会、日本交通資料修正第3週、国際交通文化協会、1938年を参考に、作成、ラテン十字、十二、金星における、 宿液制度での天馬役とは、近世宿液の任務の一つであった。公用通行の価客への人馬提供であり、原則として一宿ごと、馬役と歩行役の次送りを負担した。東海道天馬の生は1601年で、多くの宿液が36匹の天馬を常備し、1638年以降は100人100匹の定置人馬が定められた。サヤロの天馬は、成立当初終わりより、 四十二人、四十二匹の、常備となった。慶安四年の書き付けでは、万馬、岩塚は馬八十匹、宿り木馬百三匹、佐田、カモリは馬角十二匹、宿り木馬角五十八匹、人足の定めは、なしとされた、ラテン十字、十三。その後、漢文六年には、幕府から、サヤロにも、中仙道と同じ五十人五十匹の常備人馬が、命じられた。 漢文村村覚え書き、ラテン十字、十四及び、終わり巡行期、ラテン十字、十五、ラテン十字、十六、ラテン十字、十七によると、漢文年間の各宿内の飼育場数は、鞘屋六十六匹、カモリ四十一匹、マンバ三十四匹、岩塚四十五匹であったという、宿駅の人罰技術の料金は、無鎮船、皇帝鎮船、固定鎮船、 相対鎮銭があった。将軍の旬場、幕府武行らの消門により許可したものは、陣馬の継ぎ率が無賃となり、一般の公用通行、幕府役人に許可したものは、皇帝鎮銭つまり、固帝鎮銭であった。参勤交代の大名は、国高に応じて、一定の陣馬が固帝鎮銭とされ、超過したものは、相対鎮銭とした。相対鎮銭は、 固定鎮銭のおよそ2倍であった。聖徳の元鎮銭は、元六三年に決められた、人馬鎮銭が、法営四年に3割増しとなり、そのまま継続された。聖徳元年に、固定鎮銭が規定され、その後の基準となり、元鎮銭とされた。鞘ロ経由の運賃は、厚田、桑名間の都会の約2.5倍であった。1、天保14年、鞘路宿付け対外による、 ラテン十字、十九、二、岩塚塾と万馬塾は、一ヶ月の間十五日で交代し、元沈銭が異なることから、厚田塾から岩塚塾、岩塚塾からカモリ塾の元沈銭は、似て示している。三、サヤロの元沈銭と七里の私の元沈銭比較のため、参考資料として七里の私の元沈銭を付けている。明治期に入ると、 明治天皇の往来にも繰り返し使用された。しかし、幕末から明治にかけての交通量の増大に、応えられなくなったほか、佐タ港の設けられていた鞘川の土砂の堆積により、川船の往来が難しくなったことから、1872年1月8日の大上官布告により、新たに前橋を通る新東海道が定められ、鞘街道はその歴史を終えた。七橋のうち、 岡白橋だけが嵐の旅に流され、供養のため僧侶が人柱となり、その供養のために石踏みが建てられた、道路拡張のため、畑中地蔵に移設された、伏見線から岡白橋へ行く、佐田街道への分岐点にある道標で、金山総合駅の南出口から西へ約100メートルの金山新京南交差点にある、高さ1.5メートル、幅30センチ、 加工がニ4拡柱性、各面の記載は、ありがとうございます。